さあやっていきましょうか。皆さんどうもタイガです。今回もですねガッツソロやっていきます。で今回も同じくバルキリーリーダー使っていきたいと思います。まあいろんなキャラ使っていきたいですけど、今回キャラはハンデキャップなんで、まあ、ハンデキャラもね今のうちに使ってこようと。このバルキリーはハンデ前とハンデ後では全然性能が違うぞというわけでやっていきたいと思います。前回ソラキャラプラスソラキャラのバルキリーバルガでいきました。この固定すごい強かったんで、次もちょっとこれでやろうかなと思います。まあ怖いのは、まあ、ブルドラとか、まあ、大天狗とか、まあそこら辺、あとゼウスもそうですね。はい。まあ怖いキャラはいくつかいますが、まあ、ある大体大丈夫でしょうというわけで、砦が取れない可能性が。取れるか、大丈夫ですね。早速ですよ、ナメコよかった、1体目切らして。この1体目のナメコを、バルキリー使わずに処理して OK 出てくるのはメタドラ OKOK いいよいいよ。こんな感じで相手にキャラ使わせましょうか。来た来た来た、おいしいおいしいおいしい、これ超おいしい、これはおいしいぞ。さあリリースでまとめて狩りに行って、さてバルキリーレッツゴー。さあ、思考でね、よいしょ、こんな感じで、やっていく、勝ち確定、いいですね。バトルバルーンリーダーですね。ただ、バトルバルーンリーダーも、バルキリーからすればカモと。1体だけにしときましょう、バルキリー。2体目切るとバレるんで。これでリリースバルガとかだと思ってくれないかな。あ、相手、切断しましたね。まあ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 。干渉ありがとうございます。あ、待って、切らなきゃよかった、アラルちゃんミスった。キャプツービーがもったいない。あー、なんでアラルちゃんこんなに切ったんだ。そうだ、10コス余らせるっていう方法があるって言ってたな、誰かが。そうするとキャプツービープラス1もらえるみたいな。さあ全盛期のね、これが今全盛期バルキリーですからね。いやでも全盛期ってもっと前の話か。あ、もっとなんかバルキリーが最強の時代。いやでもな、今リーダー見えてないんで、こういう時がやっぱ全盛期なんじゃないかな。リーダー見えないハンデキャップでしょ。こういう時のバルキリーこそ強いんじゃないかなとは思うんですけどね。今日今回対空が強いキャラってアーチャー以外いないですよね。で流行ってるキャラにもね、ミノガールが流行ってるとかいうわけでもないから、対空性能に関して強いキャラがそんな出てこないはずなんですよ、見えないリーグだったら。だからこそ今回のバルキリーは鬼強いと思ってます。いきましょう。ちょっと火力が気になりますね。瞬間火力がないんで、コラボ猫1本切ればこっちの第3狙いには来ないでしょうと。こんな感じでなるべく最小コスト。まあ第2通りでもしバイクとか来たらめんどくさいんで検証できます。もう一発必要だな。取られないはず。いや取られんのかーい。何ディケールか。飛ばれると爆発痛いですね。飛んでもらって1回、これディケールで1回倒してもらって、これやべえな、オッケー。これポックルえぐいっすね。ゼウスいきますか。きついっすね。バルキリーがね強いんですよ、耐性持ってるんで。一応倒しはしたね。うん、そっか、今回あれか、ここは大丈夫だけどバルガがきついのか。そうかそうか、今回バルガがきついのか普通に。でポックルは来るが、このポックル自体は多分やれるはずなので、コラボ猫で。どう、無理か、無理か、バルキリー来るな、それ以上抜けろ頼む。とりあえずここケルベ置いてあげて、いや無理か、うわクソ間に合わないな。そっか、バルキリーが天敵か。バルキリーだけどバルキリーが天敵だ、そういうことか。
さてやっていきましょう。いやー、バルキリー、バルガはバルキリーが苦手だやっとわかった、そういうことか。なるほどね。ナメコ優先枠に入れとこうかな。枠外だった気がするな、ナメコ。今回バルキリーやってるもんな、キャラ強ピ。とりあえず大型2本引いて。そっか、対面からもバルキリー来ますもんね。そしたら対面のバルキリー考えられるキャラも1枚考えた方がいいな。あー、これバルキリー来たらワイバが積むけど、まあブルガが、これシュクペコラ100万って、これカイロさんじゃないのこれ。わかんない、なんかカイロさんいつもペコラペコラ言ってるんですけど、なんだろう、ペコラって VTuber ですかね。すいません、ちょっとわかんないんですよね。違ったら申し訳ないけど。そう、 V はね見ないので全然知識がなくて。取られるんかそれ。来たな。ちょっと引き手を置きましょうか。ロックもいるんで。オッケー、バルキー見てもらって。そう、来い。そう、いやー、 UFO かこれ。うわ、それはだるいって。まあそこは倒せる。ここは見とこうか、視界のことで。もうこれは倒せるじゃん、さすがに。いやー、それもえぐいなー。ワイバリ掴めんだっけ、知らないんだよな。えぐいってー。ゼウス倒したからこれでなんとか。ただお相手に UFO がいるんで。どうなんだろうって感じがあるんですけど。なんとか白前バルキリーからの Y 番でなんとかなんですかね。ソラキャラオンパレード。さあ、めっちゃ掴んでますね。掴んでるのはめちゃめちゃ偉いんだけど、時間型間に合わないかなこれ。この感じ、いや、これトレでやったな。まあやったなって言ってもラジコン兵なんでしゃあないですけどね。わかんないからね、あれは。クソ、これ爆王子がいった足だったら間に合ったかもしれないけど、これ間に合わないですね。これは間違いなく裏 UFO じゃないかな。なんだっけ、裏飯 UFO。 裏飯 UFO ってなんか語呂がいいな。ありがとうございます。まあまあ、でもちょっと取り取られちゃったらまあしゃあないとして、バルキリーは刺さってますね、間違いなく。お、いきますか。フレームだったかどうかちょっと覚えてないんだよな。フレームだったらカイロさんかなと思ったんだけど、じゃあ後で見とこう。そうやっていきましょう。カイロさんでした。ペコラペコラなんか俺カイロさんがペコラペコラ言ってるの聞いたことないんだけど、なんかペコラボットみたいなこと言ったから、どっかで言ってんのかな。それとも俺がカイロさんのペコラペコラを全然見てないからかな。まあペコラペコラ言ってもペコラが何か分かってないんですけどまあカイロさんなら分かった。ペコラなのかペコラなのかも分かんないから、多分ペコラだと思うんだけどね、読み方的には。これか。いやー、もう一回回します。尾形来い、頼む、来てくれ。いやー、まあまあ、空ばっか。これアーチャー来たら詰む。これアーチャーかバルキリー来たら詰みますね。これやばいな、だいぶやばい。ヌボボ、まあ、これがアーチャーかバルキリーのアビじゃなくて裏飯とかだったら最高なんですけど。早速バルキリー前線切りで相手の動きを見ましょう。カエル飛ぶの早すぎ。これカエルっすね、リーダー。 HP バーが違いすぎる。後ろ前置きます。バルキリー飛ばれると死ぬんで。楽
頼むフォワードラ頑張ってくれ、スキル打ってくれ、スキル打ってそのヤバいやつをどかしてくれ。ここだけ抑えるか、火ダメゲンが強すぎて。待って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 、全然減らないんだけど。あ、今回カエルマパワーアップしてんのか、やったわ。全然減らねえバルキーの動き、マジ。さあラスト気持ちよくバルキーで頑張って終わってこう。うん、バルキリーだよバルキリー。ユウスケも超強いと思う、間違いなく壊れてるユウスケ。個人的にはバルキリーの方が面白いてか強いと思う。なんだろう、いやちょっと違うな、メタがあるんだよな間違いなく。対ユウスケはバルキリーが一番強いけど、バルキリー他のキャラに駆られるからっていうのはある。ただやっぱ見えないリーグだから対空引かれづらいのもある。なので今期頑張って強 P、 キャラ強 P を上げていければ面白いとは思う。2発必要ですね。下大丈夫だったかもしれないけど、もしかしたら。さてさあ前線、前線切りしましたが、まさかの最初にバルキリー、まあしょうがない。でもナメコ2体使わせたでしょ。 OK、 いいよいいよいいよ。さあバルキリー行こう。お、これはもしかしてリーダーブルガか、ブルガじゃない、なんだっけ、リーダーミノガか、もしかして。こっからどうするかっすね。ミノガの火力がめちゃめちゃ高くて痛いんですけど、一応位置的にはそこまで問題はない位置にミノガがいるんで。取られちゃったのは良くないんだけど、さあ下ね剣士で抑えたいですね、できれば。剣士間挟んであげてしっかり見て、でバールキーで見て、で下よみがえるな、これマジで杖つけるとよみがえり。ただなめこやれたのでかすぎ。キャラ数は勝ってるけど、あーキャラ数ってか流れてる剣士的にいけるかなと思ったけど、ベビーがまだいたわ。ベビーのキャラ数えてなかったな。取ったけどって感じですね。まあ、ベビー置かれてグズルのライン置いちゃったのはもったいなかったかもしれないけど、多分どっちにしても届けないで判定もないんでドロー。ナメコ引かれるな、ちょ自分もナメコ優勢枠にしようかな、対バルキリー用で。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあ、バルキリーバルが再びやったんですけど、分かったのは間違いなくバルキリーミラーで弱いなっていうところかな。うん、なのでこの補填なしだな。アーチャーがどうとか考えたけど、そういやバルキリーもやってるわキャラ強 P、 自分が使ってんだもんな、忘れてたわすっかり。東大元暮らしだね本当に。いやーバルガ固定はいや、他のキャラにします。なんかバルキリーの裏でこのキャラいいよってのがあったら、まあ、大体決めがなっちゃうと思うんですけど、ぜひねコメントいただけたら嬉しいです。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回もね、また同じこと言いそうや、またよかったら皆さんぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではお疲れ様です。